はいよってことで鳥羽に着きましたよと。お、島風じゃね。お、島風だ。さっき火の鳥も取れましたしね。やっとやっと。よし、少しで見るとやっぱ島風の。うわあ、やっぱかっこいいですね、島風。そして新旧揃い踏みで近鉄特急王国ですね。で、この後、普通のね、各駅停車の賢島駅に乗って、やっと鴨居に着くという感じですね。いやー、まあいい時間ですよね。もうすでに、16時10分ですからね。いやー、かかるかかる。素晴らしいです。お、6も止まってんじゃん。すげえ。島風と楽並んでたんだ。うわあ、すげえ。これはレアですよ、多分。特急4連で揃ってたんですね。うわあ、楽もね、そうリニューアルしたんですよね。楽はそれこそ臨時団体専用列車ですから、うん、定期運用じゃないですからね。今回はたまたまこっちに来てて、で、島風と並んだんですね。うわぁ。いや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 、いいの取れたなぁ。おー。で、まあ私はこのまま普通列車に乗るんですけどね。まあ楽見てたら時間過ぎてきますけどね。面白いハイデック構造ですよね。典型的な、まあ、近鉄の特急はね、主にね、名古屋大阪間のビジネス向けな感じのね、色が強いのと、やはり観光性が強いのとなって、まあ、島風はまさに観光に特化したね、特急で、もう一つ楽もまさに観光特化といえば特化ですよね。団体列車なんで、ですので全席ハイデッカーなんですよね。これ行きは高いですよね。この作り方は面白いですよね。やっぱ座席も乗ったことないんですけど、座席もね、ここからズームして見てみると、やっぱあの島風がね、今島風のあのね、グランクラスかみたいなね、あのシートを映した後でさ、ね、ちょっと薄い感じもしますけど、でも全ゆったりとして乗りそうですよね。机も広いな。もう皆さんで団体でお弁当食べてみたいな前提で作ってるのが分かりますよね。対してこれが、まあ、ビジネス特急と、まあ、アイノコみたいなのが ACE ですよね。 ACE はもう何がいいって、やっぱ、ね、コンセントがねついてるのね、とかね、言うてそのね、一応高くないですけど、ガラス張りはね、あの、ワイドなんで、横のね、車窓はね、十分ね、やっぱしね、意識して作ってある感じがありますよね。で、シートもね、座り心地いいですし、うん、今、私もね、旧型のやつにね、あの、当たりましたけど、まあね、十分爆睡できましたからね、でもそうなんだ。楽ってビスタカーの扱いになってるんですね、やっぱし。へぇー。あ、そっか。皆さん、団体さんの、あ、そういうことか、そういうことか。なんで行き下がってるのかと思ったら、そっか、団体列車ですからね。へぇー。まあ別に何回出てもいいんですか、一回出てもいいんですよね。一回ちょっと飛ばして見てみます。まあ、駅は見どころあるはずですよ。よいしょ。よいしょ。カップのから乗ってますからね。なんかすごいことになってますね。
なんかあちこち、なんかあちこちだ、あちこちだん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 と、だ、あらららなことになってますね。で、ソフトバーは、からこう乗って、31分発、かしこ島。16時31分やよね。まあ、15分ほどありますから、ちらっと見るぐらいできるかな。ちょっとソフトクリームの、これもこう。また帰りにね、でも、うがたの方行ってもいいですしね。で、こっちからずっとつながって、こっちはこっちでね、お食事屋さんとかもありますからね。そう、鳥羽駅は何かしらありますよ。観光用なんでね、結構、土日もやってますしね。なんなら、活発市もありますからね。活発市は残ってないな、ここ。あと、チェーン店がいいよっていう人はね、スキヤが近くにあったはずです。まあ、全然歩いていけるぐらいの距離やったと思いますけどね。また後で、とりあえずあそこだけ見てから、戻ってきて食べてもいいですし、お食事屋さん、もうやっとるんやったら、ちゃちゃっと食べちゃうのも手ですけどね。ちゃちゃっと食べたのも手やけどな。それから、パールビル名店街。ね、ちなみに、こっから奥宮とマリンターミナルって言って、鳥羽ってリアス式海岸で、いろんなね、小島がいっぱいありますんで、離島がありますんで、そっちに行く、やつとか、観光の、フェリー、観光船みたいなやつにね、乗ったりすることもできるのがこっちだったかな。こんな感じで。ね、マリンターミナルっていうのが奥にありますよと。行ってみます？そっちまで。ちょっと歩かないといけないんだったっけな。ちょっとありますよね。こっちはバス乗り場は向こう側になってね。ね、観光バスがいっぱい止まっている。で、ご飯屋さんは多分、カモン駅行ってからね、戻ってきても多分やってるかもしれませんからね。大丈夫だと思いますけど、ラストオーダー18時か。やばいな。結構、ギリギリか？そうすると。せっかくだから、ちょっと海のもん食いたいですからね。さっきまで山のど真ん中にいましたけどね。伊賀のど真ん中にいましたけどね。よいしょ。トバマルチ。で、この方ずーっと行くと、ああ、ふ頭があってね。はいはいはい。っていう感じですよ、ということです。こっちはこっちでまた一回ね、行ってみたいですよね。この辺りは全部、祝祭日は営業日で。パールビルはでももうやってないんか。言ったですね、もうビル自体が閉まっちゃってる感じですよね。そうですね、パールビル老朽化のため、店舗はあちこちに移動してるみたいですね。ちょっと一回また船に乗ってね、東地島とか行ってもいいですよね。鳥羽マルシェ。なんかマルシェしてますよ。きっとマルシェです。ね。鳥羽一番街。お土産品なんかもね、いっぱい売ってますからね。ATM もあるんだ。食堂かよ、3階ね。先に飯食って、もう一本暮らして30分後にありますからね。って言っても、細長いな。これは歴史感がある。磯の香りがしますね。結構いろいろやってますね。見てたら美味しそうだな。6時オーダーストップだったら行って帰ってくる前に一回食べてみた方がいいかな。お店がね、あんまり今度よりやったらまたあれですけど。ここは伊勢うどん。まあ、伊勢うどんね、多分、県外から来たらね、伊勢うどんね、全然コシがない麺をね、っていう話になるところなんでしょうけど、まあ何せ地元なんでね、伊勢うどん別に普通にその辺り食えますんでね、よいしょ。で、伊勢うどんの本場は、蕎麦というよりは、伊勢市。
ね、おかげ横丁とかあっちの方、もともとおかげ参りのね、伊勢神宮にお参りに来た人にバババーって出すね、ファストフード的な感覚でね、もうね、大量に来たね、あの参拝客のね、皆さんにね、バーっとね、食事を配るのに、ドッカーンって入れといて、はいはいはいってね、釜から出してね、渡したよっていう発想。で、ですからそこで讃岐うどんと真逆の発想にいたわけですよね。うわー、なんだこのレトロ感。なんだこれは。